山盛り野菜に分厚いチャーシュー、豚の濃厚な油と非乳化スープ、そしてしっかりとした食感のストレート極太麺、ニンニクのがっつりとした風味、二郎自慢のラーメンは小でも1500キロカロリー、お世辞にも体にいいとは言えないが、中毒になる人は多い。日本全国に推定35万人いるとされるジロリアン。なぜこれほどまでに人を引きつけるのだろうか。なぜこれほどに中毒性があるのか。ラーメン二郎に魅せられ毎日食べ続けた人たちの末路とは。今回はラーメン二郎の魅力と注文のルール、悪魔的な魅力に悲惨な末路を迎えたジロリアンたちについて紹介する。熱狂的なファンの多い言わずと知れたラーメン二郎、ジロリアンと呼ばれるラーメン二郎に魅了された人たちの中には、毎日一食は二郎という強者もいる。ラーメン二郎といえば店の前の行列、かなり待ち時間があるイメージがあるが、実際には15分以上待つことは稀なようだ。そして入る前に気をつけなくてはいけないのが、ラーメン二郎は全店舗が食券制ということ。店内に入ってから食券を買うパターンと、最初に食券を買ってから店の外に並ぶパターンがあるため、店舗に着いたらまず周りの人の様子を見て確認しなくてはならない。メニューは基本的にはラーメンの小か大。そしてラーメン二郎といえば独自の店内でのルールだ。注文方法や支払い方法も慣れていないと、なんとなく敷居が高い。一元さんはなんとなく入りにくいのも事実。基本的に二郎のメニューは2つ、ラーメンの大と小だ。普通盛りはない。小とはいえ、ラーメン二郎では一般的なラーメンの2倍の麺が入っている。小ラーメンの麺の量は250〜300g。初心者や女性は小を注文することをおすすめする。また小大の大きさに加えて、豚と書かれた食券メニューもあるが、これはチャーシューが5枚から8枚ついているラーメンだ。店内に入ると早速厨房から食券の提示を求められる。この食券を見せるタイミングで麺の量や硬さの微調整もお願いできる。入店してすぐに量を聞かれるのは軟食文化をまとめて茹でるため、このひとまとめにした麺はロットと呼ばれる。着席したら厨房で着々と準備が進む。しかしまだ気は抜けない。店員さんからニンニク入れますかと聞かれたら、ここがトッピングの希望を伝えるタイミングだ。あの呪文のようなあれだ。ラーメン二郎ではニンニク、野菜、油、辛めは無料トッピングになっている。野菜はデフォルトでもかなり多い。キャベツかもやしを炒めたものだ。油は豚の背脂、量も自分好みにカスタマイズできる。辛めは辛めという意味。この呪文を唱えることでタレを追加してくれるので、濃いめの味が好きな人は辛めと注文する。そして多めを意味するマシ、さらに多めはマシマシとなる。ニンニク入りで野菜多めで背脂はさらに多め。濃い味の場合はニンニク、野菜マシ、油マシマシ、辛めとなる。なんだかかなり複雑だが、とにかくおどおどしないで堂々と大きな声で伝えるのが大事だ。気をつけなくてはいけないのはタイミング。例えば入ってすぐにトッピングの注文をしてはならない。最初は量と麺の硬さ、仕上げの時に聞かれたらトッピングの希望を伝えるという順番だ。最近このように注文が若干複雑な店が増えたのはこの二郎の影響だと言われている。そのようなお店はインスパイア系と呼ばれる。ラーメン二郎にはラーメン二郎と二郎系、そして二郎インスパイアの3パターンが存在する。ラーメン二郎は三田本店で修行をした人が店長をしている店。二郎系はもともとラーメン二郎だった店が何らかの理由で店名を変えた店。そしてインスパイア系と呼ばれるのは、ラーメン二郎とは全然関係がない二郎に似せたラーメンを出す店のことだ。本物ではないというとマイナスな印象を受けがちだが、インスパイア系でも美味しい店は多くある。野菜のしゃっきり感と豚骨の濃厚なスープはとてもマッチし、ストレート麺は食べ応えがある。癖になるのもわかる。それにしても量が多い。なぜこんなに多いのか。この二郎ラーメンの麺のボリュームには実は歴史がある。
もともと二郎は総帥といわれる三田本店の山田拓海氏がラーメン二郎の名前で創業。慶応義塾大学がある三田でお金がない学生のために安くても腹いっぱい食べれる大盛りを売りにしたのが始まりだった。本来は二郎と書くが三田に移転した際にペンキ屋が間違えて二郎と書いてしまい、それをきっかけに店名は二郎になったというエピソードがある。優しくおおらかな性格の総帥山田拓海氏にはファンも多い。当時からたっぷりの油と豚を使ったスタイルは変わらず、量が多いのにもそのような背景があった。しかし二郎ラーメン大で1800キロカロリー、小でも1500キロカロリーある。トッピングをカスタマイズしている場合はさらに高カロリー。成人男性の1日分の消費カロリーは2000キロカロリーだ。一食で1日分のカロリーを摂取することとなる。二郎玄人のジロリアンたちはスープまで飲み干す。これを彼らは会員と呼ぶ。かつてラーメン二郎の客が救急車で運ばれたというニュースがあった。ラーメン二郎亀戸店でラーメンを食べた客が腹痛を訴えたのだ。腹の膜に炎症ができる腹膜炎になったことが原因だった。当時ジロリアンの間でも話題になったこの事件。腹膜炎になってしまったのはおそらくその客が初心者で、二郎のボリュームを甘く見ていたことが原因だと言われている。しかし頼んだからには残すのも悪いからと無理に食べたことが原因だったようだ。残すのは良くないが、自分の体調としっかり相談することが大事だ。救急車で運ばれてしまっては二郎が原因でないとしてもあまり体裁が良くない。二郎ラーメン美味しいけれど、その分リスクもあるということか。美味しいのはもっともだが、毎日のように食べているジロリアンたちの体はどうなっているのだろうか。周りの人間からは健康面で心配されるのが常のようだ。そんな時ジロリアンが総じて言うのは、肉も野菜も麺も一気に食える。ジローほどバランス良い食い物はない。現に俺は2年くらいジロー生活をしてるがめちゃくちゃ健康だ、などなど。しかし実際あまりにものめり込んだ結果、病気になってしまう人も一定数いるようだ。朝食を抜いてラーメン二郎を毎日2食食べ続け、ドクターストップを受けたり、数年間にわたり毎日欠かさずラーメン二郎に通い詰め、目がかすむなどの糖尿病の兆候が出た人もいる。二郎系の店員が毎日2食食べ続けていたら糖尿病になって一生車椅子生活になったという噂もある。ラーメン二郎に限らず、ラーメンは塩分がかなり多い。塩分の摂りすぎは高血圧の原因、さらには脳卒中や動脈硬化、心不全など命に関わる疾患の原因にもなるため要注意だ。さらに1食で1日分のカロリーがある二郎ラーメン、同日中に別で食事をするとなると必要なカロリーを超えた分は体内に蓄えられて肥満になってしまう。大量の麺は糖質、背脂は脂質、糖尿病、脂質異常症などを患う可能性が高いと考えられる。特に糖尿病は失明や腎不全にもつながるため、体がしびれたりめまいが出たら要注意。こう考えると1日に2食二郎など問題外だ。さらにラーメン二郎ではラーメンを作る際に怪しい白い粉をスープに入れる様子が確認されている。あるジロリアンのネット上の投稿を見てみると、白い粉イコールグルという表現がされている。体調を崩してでも毎日でも食べたいと思うのはこの怪しい粉のせいなのではないか。これだけ中毒性があるのだ。何も入っていないわけがない。これは何か中毒性を引き起こすやばい粉末なのではないかと勘ぐってしまう。しかし実はこのグルというのはグルタミン酸ナトリウムのことだという。旨味調味料や化学調味料などといわれるグルタミン酸ナトリウム、いわゆる味の素だ。一般的には MSG と略されたりグルソーと呼ばれたりするようだが、ジロリアンの間ではグルで通っているようだ。化学調味料で味付けと思うかもしれない。しかしこれは考え抜かれたレシピなのだ。実はグルタミン酸は旨味成分だが、これ単体では美味しくないのだ。イノシン酸と呼ばれる旨味成分と一緒に食べることでより旨味が引き出される。昆布だしとカツオだしが合わさると相乗効果で美味しくなるのと同じだ。
これは昆布だしのグルタミン酸とカツオだしのイノシン酸が生んだ奇跡のマリアージュなのだ。ラーメン二郎のグルの場合は豚肉のイノシン酸が合わさることであの味を表現している。濃厚なイノシン酸のスープなので多量のグルタミン酸ナトリウムを投入しても負けない、むしろ美味しいとなるわけだ。一時期このグルが原因で舌がピリピリする、頭痛やほてりが出るなどの症状を訴える人がいたようだ。しかしグルタミン酸ナトリウムでそのような症状が出ることはない。何か怪しい粉、グルという先入観から来る精神的なものだったのかもしれない。しかしグルが怪しい粉末でないことは分かったが、それでもラーメン二郎のラーメンの中毒性が高いのは事実だ。二郎ラーメンに限らず、何でも食べ過ぎ飲み過ぎは毒。フルーツだけ食べていたベジタリアンが先日亡くなったニュースが報じられたように、低カロリーならいいというわけでもない。バランスよく食べることが健康にとっては大事なのだ。今後もできるだけ長い間ラーメン二郎を味わえるよう、長生きするためにも用法用量を守っておいしくいただきたいものだ。とは言うが、そんなことはみんなわかっている。わかっているけど、それでも人々を魅了してやまないラーメン二郎なのだ。味もさることながら、呪文のような注文方法や慣れていないとアウェー感を感じるあの独特の雰囲気も人々を引きつける秘密なのかもしれない。ジロリアンは、ラーメン食べるだけなのにすごく必死にならざるを得ないところ、そのスリリングさが好きなのだ。ジローはテーマパークとかアトラクションに似ているのだ。食べるたびにいちいち勝ち負けを感じてしまうところも面白い。今日は勝った、明らかに負け戦だった、今日はなんとか引き分けだったなぁと一人黙って判断してるのだ。あなたはバカなのかって言われれば、はい、そうですと答えるしかない。という、人々を魅了してやまないラーメン二郎。一度は行ってみる価値がある。